こんにちは。皆様お待たせいたしました。ただいまから常時山形プレゼンス第9回オンラインセミナーを開会いたします。当セミナーの運営事務局を務めております山形県ふるさと山形移住定住推進課の佃田と申します。よろしくお願いいたします。今日はいつもとは違ったオープニングになったかと思います。山形駅東口を出てすぐのところにあります大正館ビルの2階からお送りしております。なぜ大正館ビルなのかについては常時山形から資料を預かっておりますので共有させていただきます。山形中央駅概念図とありますが、毎週このオンラインセミナーをお送りしている花城セントラルは JR 山形駅西口に直結しておりまして、この秋には県内外のビジネスパーソンが出会いイノベーションを創出する山形県創業支援センターが誕生いたします。そして資料右側にあります蔵王温泉、こちらは山形駅前から直通バスで30分ほどのところにあります。温泉旅館が多数ありまして、シェアスペースがあり、冬にはスノーリゾートにもなるワーケーションの拠点となるところになっております。さらには左下にあります上山市、上山温泉駅付近では上山ランドバンクを中心に再開発が進められておりまして、温泉とシェアスペースの連携が進められております。この山形駅、蔵王、上山の3地点は自由に行き来することが可能となっておりますので、このトライアングルを有機的に連携し地域全体で盛り上げ、県内全域に展開していきたいというふうに常時の方から伺っております。さて、その中で本日のセミナーは一つ目の拠点山形駅の東口の大正館ビルの方からお送りしております。このスペースは小樽株式会社さんが観光交流施設として整備されたもので、高速の通信環境が完備され、今後上のフロアも含めましてコワーキングスペースやシェアスペースとしての活用が検討されているとのことです。そのあたり佐藤社長の方から簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、こんにちは、小樽の佐藤と申します。こちらですね、体験型観光交流施設ということで当社整備しております。あるのがですね、普通の観光案内所のような紙のチラシとかではなくてですね、こういった VR の機器であったり、あとはデジタルサイネージ、これを使いましてですね、山形の人、物、こと、これをですね、他県の方であったり外国の方との間をつなげられればなと思って、私たちはこちら整備しました。ぜひですね、皆様もこちらを活用いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。このセミナーをご覧の皆様にもぜひご活用いただければと思います。さて、それではセミナーに入ります。はじめに当セミナーのプレゼンター常時山形からご挨拶を申し上げます。常時山形のスタートアップシーンと世界をつなぐ男、常時山形です。皆さんこんにちは。さて、本日の常時山形プレゼンツセミナーのテーマ、酒、アート、ライフスタイルです。私の大好きな日本酒、日本酒は究極の嗜好品です。日本酒を通してその醸造された地域の歴史や伝統文化も合わせて感じ取ることができます。ここ山形県では平成28年日本酒における GI 山形の指定を受けました。いわゆる地理的表示保護制度です。ワインで例えるならばボルドーやブルゴーニュ、シャンパンといった地域ブランドを守るための制度です。日本酒での GI 認定は県としては初めてのことで大きな注目を集めたところです。さて、本日はその日本酒をライフスタイル全体、特にお酒の器、酒器やアートとともに楽しむ動きを最前線で進めておられる豪華なゲストにご登壇いただきました。日本酒の味はもとより楽しむ空間、時間、仲間たちとの語らいといったお酒が与えてくれる楽しみと可能性について掘り下げます。
そんな特別なテーマには特別なご縁も頂戴しております。本日6月10日は出羽桜酒造中野社長のお誕生日、しかも還暦のお祝いです。中野社長、お誕生日おめでとうございます。このような素敵な日にお酒イベントをご一緒でき本当に光栄です。そして本日はドイツのベルリンからも素敵なゲスト、バスチャン・シュウィッタールさんをお迎えしております。少しご挨拶をしてみましょう。Hi Bastian, herzlich willkommen bei uns in Yamagata Online. Wir freuen uns sehr darauf, mit dir über den Potenzial von Sake und Sake-Kultur tief zu diskutieren. Wir können auch diskutieren, eine neue Gemütlichkeit von Sake oder neue Art von Sake-Genuss zusammen zu schaffen.それではモデレーターのカオルさん、そしてご登壇者の皆さん、お酒の魅力、お酒文化の魅力を私たちに余すことなくご披露ください。よろしくお願いします。それではただいまよりパネルディスカッションに入ります。本日は酒、アート、ライフスタイルと題してお送りします。ご登壇者の紹介をさせていただきます。羅城門代表熊谷様、画家、壁画師の小林様、ドイツ・ベルリンから、ゴーサケプロジェクト CEO のバスチャン・シュビタール様、木本ガラス株式会社代表取締役社長、木本様、出羽桜酒造株式会社代表取締役社長、中野様、陶芸作家の涌井様、以上の方々にご登壇いただきまして、モデレーターをカオルさんの方にお願いしたいと思います。それでは以降の司会進行、カオルさん、よろしくお願いします。はい、皆様改めまして、カオルと申します。本日モデレーターを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、まずですね、ちょっと今回のプログラム構成をちょっとだけご紹介したいんですけれども、今回の今から1時間半お時間を頂戴しまして、3部に分けてお話をしていきたいと思っております。まず一部の方では熊谷さん、小林さん、バスチャンさん3名の方にアートと日本酒というテーマでお話を伺ってまいります。それでは3名の皆様、ミュートをぜひ外していただいてお話をさせていただければと思います。早速なんですけれども、熊谷さんにお話を伺いたいんですが、はい、熊谷さんはこう日本酒への愛が大変に大きくいらっしゃる、はい、でその愛が高じて社会人になられてから酒造りの職人の道に入られたというふうに伺っております、はい、2008年には純米酒専門店を立ち上げられて精力的にご活動されていらっしゃいますけれども、何かここまでこう熊谷さんを突き動かしていらっしゃるのか、その日本酒の魅力ですとか、あと独房酵母への着目も含めて簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、皆さん、こんにちは。出羽桜の増美社長、誕生日おめでとうございます。ですね、じゃあ、時間もあまりないので、じゃあ手短にその日本酒の愛について、その出会いから語りたいと思います。日本酒の最初の出会いは、1988年、昭和63年にですね、宮城県の、まあ、実際に名前今でもあるんですけども、真鶴さんというところの山廃純米酒に出会ったのが日本酒の出会いで、すごくその当時あった居酒屋さんので飲むようなお酒とは違う、こうすんなりと入ってくるようなお酒で、そこからの付き合いですね、昭和、平成、令和、約30年間そこから純米酒 を飲んでます。で、最初4年間、は普通の大学だったんですけども、まあ、その間も、日本酒が好きでいろいろ飲んでたんですけれども、普通に、酒とは違う仕事を最初したんですけれども、
まあ、その当時1992年3年ぐらいですね、あたりにお酒、その当時14代さんも出てきたあたりかな。でちょうど社会人だったんですけども、日本酒は面白いなと、やっぱりこう、そして自分が何をやりたいかっていうことを考えたときに、酒造りの職人が当時人が足りないと言われてたんですよね。でバブルも弾けて間もなかったもので、まあ食いっぱぐれることもないだろうなということで、好きなことを仕事にしようということで、東京農業大学の短期大学部に入り直して、そこで醸造学の基礎を学んでから、山形に来たっていうのが、まあ、それが酒造りのスタートにつながりました。はい、あ、もうちょっと続けて大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、で大学を出て最初の就職先が、山形市にある男山さん。まあ、今回、ナヌカの3分の1、ブレンドしたお酒になりますけども、そこで7年半ですね、酒造りをの基礎を学んでから、で、まあ、ちょっと酒造りをより勉強したいということで、飛び出て、宮城の気仙沼にある、男山、また、蒼天殿さんを作ってる蔵なんですけども、そこでも3年間やりまして、その後また山形に戻ってきて、天童にある水戸部酒造さんで8年、計18年間酒造りをやりました。で、その間、酒造り10年した経験をもとに、純米酒六根城、あ、純米酒、清酒屋六根城という店を2008年にやりまして、そこから2008年から今、2021年、酒売りは14年経験して、酒造りは18年ということで、今、純米酒を中心に、そしてオリジナル商品をプロデュースしているという、そんな感じになっております。ありがとうございます。熊谷さん、小林さんともコラボをされていて、そのお話またちょっと後ほど伺えればと思うんですけれども、はい、ぜひ小林さんのご活動についてもお聞かせいただきたいと思います。はい、心理学からというバックグラウンドも私興味津々ではあるんですけれども、またそのお話はまたちょっと別の機会に伺うとして、はい、今回その山形県の壁画の制作をきっかけに、4月に山形県に移住されて、それ以降のご活動についてかいつまんでお話しいただけますでしょうか？はい、そうですね、結構いろんなところで山形での活動は、紹介させていただいているので、本当に短く言いますと、七日町の尚美堂さんで壁画を描かせていただいた後に、山形市の観光戦略課の方々にお誘いいただいて、蔵王温泉街の、盛り上げるためにはどうしたらいいかっていうところのプロジェクトに協力させていただいて、で冬の間、1月2月とあでちょっと50日間蔵王に滞在させていただいた期間を経て、今は山形市民になるというところにいます。でやはりその私自身も今山形県を盛り上げるっていう、こう大きなテーマの中で何をしたらいいかっていうところ、実験段階のところにありまして、ただ蔵王温泉街で過ごしたその50日間で感じたことというのは、今たくさん人を山形県に呼ぶっていうことはとても難しい時勢なので、山形県のもの、山形県産のものをどうやって魅力的に売っていくかっていうところに、アーティストとしてこう力添えできないかなっていうところに答えが行き着いたところで、日本酒とのコラボレーションっていうのが一番最初に魅力的に感じて、ラジオモンさんに相談させていただいた形になります。でやはりその山形県のためにっていうところももちろん大きな気持ちとしてあるんですけれども、一人のアーティストとしてその日本酒がこう世界にこうどんどん輸出されていくっていう流れの中にラベルとして携わらせていただくっていうのは、アーティストとしても作品が世界の人々にこう知ってもらえる機会として、うん、一緒に普及させていただけるっていうところに魅力を感じていて、それを私が東京から山形県に移住して実現することで、日本国の国内にいるアーティストが、あ、山形に行ってそういう活動できるんだって思って、こういろんな人たちがこう参加できるようになっていくといいなって思うので、ちょっとベンチマーク的な存在に、なりたいなとは思っています。で最初にやらせていただいたのがこちらですね。こちらがナヌカ
のシリーズですよね。そちらの話また後ほどお伺いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。 So Bastian, I would like to ask you、about your activity as well。 Bastian さんにもあのご自身のご活動をお伺いしたいと思います。 Could you lift your、mute and mic please? Microphone?So we asked to Kumagai-san and Kobayashi-san about what the、activities are in Yamagata. Yep. And Kumagai-san told us about like, what his 30 years of the journey about his,、the love of sake. And Kobayashi-san told us about like, what she、as an artist can、kind of utilize sake, like kind of like the design of the label and everything.To promote Yamagata as well as how to express herself as an artist. So I would like to ask you about yourself and Gosake. Yes, thanks. First of all, good morning from Berlin. So it's you guys have the evening, we have the morning right now. I'm highly honored to be with you guys today. That's a big honor to be with you guys. And thanks for the invite. I think Yamagata Prefecture is doing a great job connecting the world. And Guya Kobayashi also is bringing people together. So thank you very much. I like your approach with the art and also with expressing your art on the labels and the design. And because I think nowadays, especially when you see young people and the younger generations of sake consumers,they need a different approach, because what's known in Japan as a cultural product with such a long history is abroad in Europe and also US and、also in Germany, it's not so well known. So you need a different approach, and it's working. You need a good product, but you need also like a label design or an approach which makes it easier for consumers to understand what's in it.Because you can't expect from younger people to understand the Japanese sake culture from the beginning. It's too much expected. So we have to help them. Thank you very much. Please go on with the translation and then I tell a bit more. All right. Okay. 今までお話しいただいたことをちょっと簡単にあのサマリーで日本語に訳させていただきます。あのまずバスチャンさんのドイツからあのおはようございますということでご挨拶がありました。今ドイツは朝なんで。であの山形県とあの世界をつなぐイベントありがとうございますということと、あと今回そのまず第一部のテーマがアート×日本酒というところで、やはりそのアートの役割が日本酒 その世界への発信に果たすあの強さというものは大きいというふうにおっしゃっています。で特にそのまず日本酒を含め日本の文化というのはかなり歴史が長いので、それをこう海外の方にあのまず直感的に分かっていただくというのもなかなか難しいと。そのためにはこうアート、例えばお酒のラベルのようなものを用いたその発信の仕方というのが必要で、若い顧客の方にもその中に何があるのか、その裏にどんなストーリーがあるのかというのを伝えることも必要だというようなお話がありました。 Please continue, Bastian. So our concept is to say、a little bottle, Ichigo size, so 180 milliliter. And、Go, as you know, in Japanese stands also for a good fit. So it's a good fit to bringing Japanese brewers and European customers together. And I like also the kanji sign, which looks a bit like a house. So you can carry the sake home or you take it from your home and go somewhere. So it makes it very easy, especially for Europeans to understand, oh, wow, that's a sake which we can go、or take it on the go. And、it's also 5 euro. Yeah? So our aim is also to sell it for 5.50 euro. That also people which might buy a craft beer, they might drink also sake. And、I think it's important nowadays also to put not the price for sake too high for beginners, and then do a little quantity which makes it easier to access, but also a good quality. Thank you very much, Bastian.続きましてそのゴーサケ の, あのデザインについてなんですけれども、こちらそのまずあのゴーサケというお名前の由来にもなっている通り、1号というサイズがかなりこうコンパクトなサイズ で小さくてこうお家に持って帰りやすいということと、あとそのゴーという漢字がですね、あの海外の方にはお家に見えるということで、お家に持って帰るというようなストーリーにもつながるというような話がありました。あとはその5ユーロというあの値段価格設定に関しても、そのクラフトビールを皆さんこうやっぱりヨーロッパで買う方が多いと思うんですが、その感覚であのワンコインで買えるというような感覚がいいんじゃないかということでデザインされているということです。
で、熊谷さん、話ちょっと戻らせていただいて、先ほどのその7日、銀前大吟醸、はい、7日シリーズの開発されることになった経緯と、あと小林さんとコラボはどのようにな経緯で決められたのかということをお話しいただけますか。はい、昨年9月にですね、まだ、コロナも、ね、先行きが見えない中、日本酒の消費が、9月って特にお酒が動かない時なんですけれども、でその時にじゃあ、地元の山形市の3つの蔵の純米酒をブレンドして芋煮シーズンに合わせて芋煮に合う酒を作ろうということで、でその時にじゃあ3つの酒の合わせ3つの酒を合わせた名前をじゃあ、山形市の中心である、まあ、七日町の名前をつけて、そして、その時は、なんだ南米のあトゥミというですね、その絵をモチーフにして、酒にしたんですけれども、それが9月で10月がヤマハイということで非常に評判が良くて1回2回と言ったんですけれども、3回目を漠然と考えていた時にどうしようかなと思ってたんですけども、そうしたら今年の2月に、あれは県の方と銀行の方が、マイカさんを紹介してくれるということで、その時に、マイカさんが持ってきたポストカードを見てビビビと来て、これは、純米大吟醸バージョンで何かをやろうと、もうその場でもう即決というか決めさせていただきました。はい、ありがとうございます。小林さん、何かのデザイン秘話 とアートだからこそ日本伝えられる日本酒の魅力というところ、先ほども少しラベルの話などもご紹介いただきましたが、少しまた掘り下げてご紹介いただけますでしょうか。はい、まずその熊谷さんがこうやっていいのかなってことをやられたじゃないですか。3つの酒造を混ぜるっていう、まあ、だからそういう挑戦的というかな方だからこそ私の絵をこう受け入れてくださったのかなと思うんですけれども、私自身が見せた絵がまあこちらですね。はい、でこの絵の意味合いというか題名がまず解放っていう題名なんですけれども、こう固定観念からの解放というところをテーマにしてました。で、この頃私は花魁というものをテーマにアートを作っていて、でその花魁という形式がきちんとあって、こういう髪型でこういう飾りがついていてこういう着物を着てるっていう形式の中に、ファッションがあったと思うんですけれども、その花魁っていうアイデンティティから女性がこうパーッと解放される様子をこの絵で表していたんですよね。で、それを実は自分の、作品のホームページだとか、Twitter の SNS のアイコンとしても使っているぐらい、この絵には自分の作家性で今の作家性をすごく凝縮したものとして、名刺代わりと言ってもいい形としてこう最初に紹介させていただいて、でそれがまさに金銭に触れたというところで、なのでそのお会いして多分すぐにこれにしましょうってこうポンポンポンってすごく気持ちよく話が進んだのを覚えています。やっぱりうまくいくものってそれぐらいのスピード感で決まるのかなっていうのもあって、やっぱりすごい素晴らしいものが、ね、できたかなと思うんですけれども、実は先日このアートワークから味を想像して、で飲んでみたらこのラベルとイメージが違ったっていう YouTube のレビューの発信を見つけたんですよ。やっぱりいらっしゃるじゃないですか、今 YouTuber で日本酒をレビューする YouTuber がいらっしゃると思うんですけど、でこのラベルを見た時に華やかで女性らしいものを想像していたのに、飲んだらすごく逆のイメージ、たくましくてこう強い味で、なんかこのラベルからリンクする味じゃなかったなみたいな感想を言われていて、おっとと思って私はすぐその方にコメントしたんですよね。この女性らしさからの解放を私はアートとして描いていて、だからそこには性を超えた女性性を超えたたくましさをこれから感じていくんだっていうところにまた味がリンクしていくといいなと思いますってこう返信したら、あ、なんかその解釈をもとにまた日本酒こうナヌカを飲んでみたら違うかもしれないっていうことで
またその解釈のアートがあって、その解釈の上で日本酒を楽しんでもらったら、あ、なんか味わい方が変わった気がしますっていう返信が来たんですよね。なんかそれってすごく面白いなと思って、なんかこう一つのな、まあ、日本酒をこういろんな多角的なこう感じ方、五感でみんなで解釈して飲むっていろんな味わい方できるんだなっていうのがまた一つ分かったこととしてありますね。ラベルがあってならではのお話ですね。すごく興味深いです。ぜひさんのこのお話ちょっとバスチャーさんにもお伝えしてご意見伺いたいと思います。Sebastian, we were talking about the Nanuka series from the Kumagai-san's brand that Kobayashi-san's showing. And they were talking about the design. So the design shows this high-class escort lady, Oilan, which is called Oilan in Japanese. And they were like traditional style has a lot of like restrictions, like how to put on the head or like how to wear. But her, the theme of her art is to release. Release everything, release from the tradition, release from the our, you know, like way of thinking, traditional way of thinking. So one of the examples she introduced us was that there was one YouTuber who had this sake at their home, and then they tried it, and then they had a certain image about the taste of sake looking at this label. But then they said that, oh, it was a different image from this like really feminine style of label to the really like kind of no, like it was, they said that it was really different from the image. And then Kobayashi-san replied that that's also like, you know, how you have to release, you know, your image, and you have to like kind of release yourself to enjoy more flavor of sake. So I like this. I'd like to ask you about like your, how you think about like, especially you promoting Japanese sake, which is like kind of like authentic, you know, culture in Japan to Europe. What's the your like struggles, or like how you kind of overcome those? I think I like totally the approach of working together, a brewery and an artist, and as a brewery to be open also for new input and for new ways. Because what I see in Germany also with the beer brewers, the traditional beer brewers, it's quite similar to the sake breweries in Japan. They have to be more open for new ideas, for new people, for new concepts, because sake consumption is going down in Japan still. It's still decreasing. And in Europe, it's growing. But in Europe, there is a difference in cultural understanding, because people don't have the background of Japanese sake culture. They see a bottle in a wine shop or in a sake shop, and they look at the logo, at the design, and they might buy it. Or they go for a very expensive sake class, and they learn everything about sake. But I think, and this is also our approach, young people, they don't want to be educated all the time. They just want to try something. They just want to taste it themselves. And if they like it, they want to be educated. And I think this is often the problem in the Japanese sake education, that it's too from the top. It's too much from the top. It's too much education. You have to be a sake samurai, or do you have to go to sake samurai class to learn about sake? Why not taste it? And if you like it, you might learn more about it, because it's all about trying, I think. And this is what we see in Europe. People want to try, and then they want to learn. Thank you, Bastian. 今、バスチャンさんおっしゃっていただいたのが、ヨーロッパのそのビールというところでも少し同じような、やはりこう、の固定概念があって、それをこうどのようにクラフトビールとしてプロモーションしていくかですとか、そういったことの、あの葛藤というのも同じような経験があるというふうにおっしゃっていました。また、その特に日本のお酒をこう海外の方が楽しむというときに、やはりその知識が前に出てきてしまって、あ、もっとこれも知らなければいけない、これがわからないからこういったクラスを受けなきゃいけない、そういったこうあの壁がやはりできてしまうことも多いので、そういったこうラベルのデザインですとか器ですとか、そういったものをこうあの介することによって、もっと直感的に自分たちのこう生活に取り入れるといったことも大事なんだなというふうな話がございました。ちょっとあっという間にあの一部の時間が来てしまいまして、次二部にあの早速移らせていただきたいんですけれども、次が二部はですね、ライフスタイルと日本酒というところでお話をさせていただきたいと思います。木本さん、中野さん、枠井さん、あのミュートをぜひ外していただいてお話させていただければと思います。改めまして中野さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日は赤い服でやってまいりました。よろしくお願いします、はい
このような貴重な日にお話しさせていただいて光栄でございます。早速ですね、ちょっとライフスタイルとその、まあ、広く伝統文化の関わりといったところでお話をさせていただきたいんですが、その、まあ、日本のこう文化というのはこうやはりこう美術館に収蔵されるようなこう美しい工芸品も暮らしの中で使うというようなこともすごく素敵な文化としてあるのではないかなと思っています。でこう昔からその日本の手仕事というのが世界日本中を商人の方がこう歩いて職人の方とこうお酒を飲み交わしながら今こんな風なトレンドになっているんだよとかこの地域ではこんなものが流行っていてみたいなこともこうお話ししていてだんだんとこうアップデートしていったようなお話も伺うんですけれども、そのまさにその工芸というのがこうライフスタイルを反映してきたんじゃないかなというふうに私は考えておりまして、ぜひその木本さんに伺いたいのがですね、その黒キリコ の, あの開発の話にもつながると思うんですけれども、その技術は素晴らしい、ただその今のライフスタイルにどうしても合っていない、そういったこう壁というのをどのように乗り越えられていったのか、その辺のお話伺えますでしょうか。どうも皆さんこんばんは、東京下町、浅草の木本ガラスの木本と申します。今日は皆さんとお目にかかることを大変楽しみにしております。ちょっと東京からの参加でちょっとアウェー感があるんですけども、その辺のところはまた皆さんご紹介いただければと思います。東京でね、伝統工芸っていうと、まあ、江戸切子から、まあ、江戸ガラスってこう出てくると思うんですけども、まあ、例えば江戸切子っていうと従来で言うと、まあ、このような、青いとか赤のグラスで伝統的な非常に細かいものってあると思うんですけども、やっぱり今簡単に言うとライフスタイルが変わってると思うんですよね。で、まあ、昔で言うと畳に座った私みたいなおじいちゃんがのんびりこう座ってお酒を飲んだりっていうようなことあると思うんですけども、まあ皆さん例えば今フローリングの世界だと思いますし、まあ山形にもまあ高層マンションあると思うんですけども、そういうところでこう風景見ながら、例えば出羽桜のいいお酒飲むときに、もちろん伝統的なこういうグラスで飲むのも粋だと思うんですが、同じライフスタイルの中でもっと楽しむってことを考えると、ちょっとデザインだとかディレクションを変えることによってもっと生活が楽しめるんじゃないかなと。で、そういうところに対して伝統的な技術とかスピリッツはキープしながら、今のライフスタイルに合ったようなデザインにこうチャレンジして変えていく。で、それが俺は伝統工芸だと思ってるんですよ。で、それがこう出来上がったものが、まあ、私どもで、今から10年ほど前に、リリースさせていただいた世界で初めて作った黒い江戸切子。黒いグラスはあるんですよ。でも黒い江戸切子は、2008年に木本ガラスが世界で初めてリリースした。で、もう一つ大事なことは、実はこちらの伝統的なを作ってる江戸切子の職人と、こちらのモダンな江戸切子を作ってる職人は同じなんですよ。要はマーケットが広がるってことだと思うんですよね。やっぱお客さんの楽しみが広がるっていうことは、簡単に言えば職人の仕事が増える。職人が後継者がいないとか、なかなか、新入社員が入ってこないっていうところに対して、マーケットを広げて、さらに価値を広げることによって次の後継者が入ってくるっていうことを、まあ、私どもはこうチャレンジしてきたなっていうところです。いかがでしょうか。ありがとうございます。続けてぜひ和久井さんにもお伺いしたいんですけれども、和久井窯で10年の歳月をかけて鳴島焼の復興を成功されたというふうに伺っておりまして、こちらその歴史をこう復刻させるっていうことと対してその現代にその生き帰らせてそれをこう生き続けさせるというようなこの違いということをお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。皆様こんばんは。こんばんは。今おっしゃられましたけれども、実は、鳴島焼の復興というのは私の父がですね、もう昭和40年代に復興して、その後私が受け継いで、鳴島焼の2代目ということで今やらせていただいております。鳴島焼というもの自体はですね、普通美術工芸品とかそういうものではなくて、
日常雑器、いわゆる井戸から汲んできた水瓶だとか納豆鉢だとかといわゆるそういう日常品としてしか作ってなかったものでございます、実は。ですからそれをうちの父がですね、もっともっとこう現代的にその例えばお茶道具であったり、それから牡蠣であったりという、日本の伝統文化で道具として使っていただけるようなものとして、アレンジして作ってきたというのが実際のところでございます。でまた私自身はですね、その古い奈良島というものだけを踏襲しているということではなくて、実は、こういう磁器見えますかね、白い白磁だとか、それからいろんな、祭磁だとか、あとそれからこれちょっと見えますかね、見えますか、金色に見えますか、はい、これはここで取れた土をですね焼き締めただけでこんだけ変化するんですよ。でこういういわゆるこういうような味わいの、いわゆるなんて、マテリアルからいろんなこう展開をする表現という形で、実は古い奈良島から新しいものにの展開をしているというのが、今の私の活動でございます。ありがとうございます。はい、器というのはその日本酒を楽しむライフスタイルというお話の中でかなりその欠かせないものになってきておりまして、ぜひ中野さんに、こう日本酒の、についてお話伺いたいんですけれども、はい、そのよく何でしょうか、ちょっとお話を伺うのがこうワインとキリスト教はこう言葉になったから広まりやすかった、まあ 日本酒もその神事とすごくこうつながりありますけれども、どちらかというとその口伝で伝わっていってだったり、あとはその知っている人だけが知っているというようなことであったりとか、まあ、そういったこともこう時々お話を伺ったりもするんですが、ただその日本酒を今こう知らない人たちだったり、これから楽しむ人たちに伝える上ではやはりこう言葉にして共通言語を作っていかなければいけない。でその中でその GI 山形の役割も含めてそのあたり教えていただけますか。はい、今日は先ほど来お祝いをいただきまして、お言葉をいただきましてありがとうございます。私今山形出羽桜酒造の社長であるとともに、山形県酒造組合の会長、また全国組織の日本酒造組合中央会の海外戦略委員長というものを仰せつかっておりますので、その3つがちょっと混在してお話になるかもしれませんが、お許しいただきたいというふうに思います。GI に関しましては、日本で一番早く GI を取得したのは白山、石川県の白山が5つの蔵で水を切り口に GI を、でしばらく長くですね、その後 GI を続くとこ地域がなくて、まあ日本、やはり、日本酒も日本も地理的表示を取らなければいけないということで、まあシャンパンがそうですね、一番わかりやすく言うと、シャンパン地区でなければシャンパンと名乗れないと、スパークリングであるとかっていうことは名乗れてもということであって、日本酒も少しずつ世界で広がってきておりますので、いろんな国々でもお酒が作られるようになってきております。私は大歓迎なんですけれども、それでやはり日本というものをしっかりと打ち出していこうということで、日本酒っていうのが2番目に日本酒の中では地理的表示を取られてまして、で、3番目といいますか、地域であれば2番目に県単位で初めて地域を山形の地域がいただいたということで、先ほどジョージ山形さんがご説明していただいた通りですので、深くは GI についてはあれですけれども、GI はどうしても県外であるとか海外でというようなイメージが非常に皆さん強いですし、私たち山形県酒造組合としてもそこのところは期待していたところではあるんですが、意外になところはですね、地元の流通しているお酒にも GI のシールを貼ってですね、くれという要望があり、やはり地元の人たちの誇りと自信にもつながったのかなということで、非常にそういう面では良かったというふうに思います。GI はですね、やはり日本酒はお米の種類であるとか製法であるとか酵母であるとかということを、より今の言葉をお借りすればお言葉にしてですね、言葉にして理解していただくということも大切ですが、やはり産地ですね、産地を訴えていくということがとてもこれから大切であると。ワインはブドウの品種であるとかシャトーとかアルコールメニューを見た場合に出てますが、その他に必ず地域がブルゴーニュであるとかナパであるとかボルドーであるとか、最近であればチリとかですね、いろんな地域がニュージーランドであるとかオーストラリアとか、そういうふうなことで、いずれはですね、日本酒も日本酒の中の山形であるとか、まあ近くであれば会津であるとか、
越後であるとか秋田であるとか、まあ、もっと狭い地域でもいいんですけども、山形で言えばもしかしたら大山地区とかですね、そういった地域が語られることによって、その日本史が生み出される背後にある風景であるとか思いとか、その地域のことも語っていただけるようになれば嬉しいなということで、 GI を山形県が日本で一番早く取得したということになります。はい、ありがとうございます。今海外へもというようなお話も中に出てきましたけれども、はい、木本さんぜひ伺いたいんですが、木本ガラスさんの昔からその例えば駐在米軍基地へのお客様との取引があられたりですとか、ちょっとこう海外とのやり取りということも歴史的に終わりだったのかなというふうに思っておりまして、そういったこう海外のライフスタイルであったり、その海外の方こう先入観がないのか、それとむしろこう日本に対するすごくこう固定的なこう期待みたいなものがあったりとか、なんかそういったこともあるのかなというふうにも考えていたんですが、そのあたりがその木本ガラスさんの歴史に与えた影響というのはどのような感じでしょうか。なかなか鋭いコメントと質問で、ちょっと僕お話聞きながらどうやって答えたらいいかなと思ったんですけども、まあ一つにはやっぱり固定観念をこうブレイクスルーするのに、日本だけのその感覚だとか召喚集だとかライフスタイルじゃなくて、やっぱりワールドワイドの世界の人たちがこういうライフスタイルしてる、こういう考え方をしてるっていうところの視点が入ってきたっていうのには私にとって一つ大きなプラスだったと思うんですよね。で、例えば今お酒のグラス、日本酒には日本酒のグラス、ワインだったら赤ワイン、白ワイン、シャンパン、ワインが変わればグラスが変わり、さらにお料理も変わる。で、ところがお酒っていうとお料理変わっても同じお酒を同じ器で飲んでるっていうのが実は我々普通にやってると思うんですよね。ちょっと失礼ながら、例えばビールであれば最初に、まあ、A ビールですか K ビールですかって聞くと思うんですけども、今だいぶ飲食店さんも変わってきたんですが、まあ、昔で言うと缶ですか冷やですかと。で、お料理が、まあ、簡単に言えば刺身から入っても、ね、煮物になっていろいろ出てっても、実は缶であり冷やである酒が同じぐい飲みでずっと飲んでいると。で、ところが横に顔を向けるとフレンチとかイタリアンではお料理が変わればお酒が変わって器が変わる。で、まあ今日ご参加いただいている出羽桜の中野社長、それから日本の酒蔵さん、さっきお話申し上げたように酒米にこだわり、精米具合にこだわり、作りにこだわる。で、そうすると、まあ、いわゆる食前酒である泡酒、スパークリングっていうようなところもあるし、淡麗系のものもあるし、ちょっと酸味の強い、まあ、ワインでいうといわゆるちょっとヘビーなものもある。で、食後でいうと今の時期だと例えば梅酒をこう日本酒に漬け込んだものがあるとなると、酒蔵さんって実はお酒の種類がバリエーションがすごいたくさんある、お料理のバリエーションもすごいある。で、我々提供できるのはグラスのスタイルもたくさんある。だったら先ほど中野さんもおっしゃったような日本の文化であるとか言葉であるとかっていうところをキーワードにして、まあ分かりやすく言うと、お料理が変わったらお酒の種類も変えてグラスの種類を変えてもいいんじゃないか、そんなような発想になったのが実は、まあ、海外回っていく、海外回って多分皆さん海外行かれてると思うんですけど、よっぽどののんべえだったらシングルモルトのウイスキーとワインバーでワイン飲みますけど、99% の外国の方はお料理を食べてお酒を飲んで空間を楽しむスタイルなんですよね。で、あるならばそこにやっぱし山形の風土であるとか地域であるとかフォーシーズン四季であるとか、から中野さんおっしゃったね、言葉って大事だと思うんですよね。あと風景だとか、でそういうものをこう、全部ミックスして全部チームになってこう世界にこう羽ばたけたらいいだな、そんな発想になったのが実は、まあ国内もだいぶあちこち回りましたけど、海外も今うちのグラスだけでもまだまだ中野さん通りは分けますけど12カ国回ってるんですよね。12カ国ミドルイーストからアフリカからヨーロッパアメリカ行ってるんですけども、そこ回ったことは要は食生活に連動してるっていうところの器の楽しみ、
それをみんなでチームで広げるっていうことに対する日本のポテンシャルの高さってことを感じました。ありがとうございます。ぜひ和久井さんもシンガポールはじめ海外の展開もされていらっしゃいますけれども、そちらの経験の中で気づかれたことですとか難しさというものは何かおありでしょうか。そうですね、僕一昨年2年前ですかシンガポールで個展をさせていただいたんですけれど、向こうの方は僕のこと誰も知らないわけですよね。するともう作品勝負しかないということがあったし、かといっていきなり作品その私の作品ですって持って行ってもなかなか受け入れてもらえないということがあったので、日本人でダン池田君というかアート、いわゆるフラワーアーティストがいたんですけど、彼とコラボレーションをしていくという展覧会を実はさせていただきました。だからシンガポール自体はですね、いけばなってもうだいぶ前から日本のいけばなっていうのを普及されてて、いろんな流派の方たちが行っておられるので、そのお花という感覚、日本の文化っていうのはすごく皆さんお分かりだったものですから、それと器というのは非常にこう入りやすいという部分があったので、そういう展開をして個展をさせていただいたわけですけど、実はそのお酒で僕今日呼ばれたというのは多分別のことで呼ばれてるんだと思うんですけど、それは実はですね、ボトルをですね、いわゆる日本酒とボトルのコラボレーションをさせていただいて、実は昨年ですか、100本限定で、実は売らせていただきましたが、僕のこの基本的な考え方っていうのは、実はウイスキーとかいろんなところはその各メーカーでボトルのデザインがいろいろありますよね。それってすごく大事なデザインなのかなと実は思っていて、蔵ごとにその蔵の代表的なボトルのデザインがあってもいいんじゃないのっていう、実はそういう発想だったんですけれど、でそれで皆さんそのお酒の専門家がいらっしゃるので僕下手なこと言いませんけど、例えば瓶を使うということのね、いわゆるリサイクルとかリユースとかっていうことで今までこういろんな展開をしてきて、無駄をなくそうとかいろいろコストを下げようとかということでいろいろやってこられたと思うんですけど、やっぱり固定概念の一つなのかなと僕ら工芸家から言わせると思うところがあって、そのボトルのデザイン、いわゆる型でもってどんどん作るということをあえて僕はしなくて、全て手作りだったんですよ。手作りでデザインをして、そのデザインでもって、一つの銘柄を展開したということなんですけれど、これからもそれをしていきたいというふうに思っているんですが、一番やっぱり僕ら考えてて一番はそのいろんなデザインのボトル、いわゆるその工芸家といわゆるコラボレーションしていくということはすごく大事なことで、価値の創出、今までそのなんていうのお酒という嗜好品という素晴らしさだけじゃなくて、今度その山は先ほど木本さんですかおっしゃいましたけど、いろんな文化がコラボレーションしていって、その新しい価値の創出ということをしていかないとなかなか難しいと思うんですよ。美味しいお酒ってみんな分かってるんですけど、それだけじゃなくて、例えば、アーティスティックなものに包めば、そのさっきのラベルのデザインもそうなんですけど、それだけじゃなくて、いやボタルというよりデザインの中でその海外展開していくときに、その日本の文化、焼き物文化というのも一つのその芸術的なその何でしょう、価値をこう上げていく一つの要因だと僕は考えますので、そういうことってすごく大事なことだと僕は思っています。だから低コストでどんどんたくさん売るという売り方もありますけど、大量生産大量消費という時代はもう超えたのではないかなと僕は思っていて、やっぱり、山形にしかない山形のそのオリジナリティというものをやっぱりみんなで作っていくべきだというふうに考えています。なのでそういう意味ではシンガポールもそうだったんですけど、すごくそのシンガポール そのあるレストランのオーナーから、20本ぐらいでしたかね、買っていただいたんですけど、非常にいい値段でもっていい、やっぱりその僕はやっぱり最終的には飲んだ後それは作品として飾っていただけるものでないといけないというふうに僕は思ってるんです。実はそのままこう捨てるようなものではなくて、そこに花を入れたりといういわゆる僕は作品としてコラボレーションしていくということで、やらせていただいたんですけど、そういうのもすごく面白かった。実は売る段階に入って、そのラベルのデザインも僕の友人芸妓大の准教授をしている赤沼というのがラベルのデザインをしているし、それから、
日本の伝統的なその霧の箱に入れるという山形の吉田さんという霧箱屋さんもその、入っていただいて、それから新田酒造さんと組ませていただいたんですけど、その4社4市でもってそれぞれのデザインとかいろんなその技術をいわゆるこう作っていくということもすごく大事だったんではないかなというふうに思っていて、発売前の予約の段階で全て完売しました、実は。ですからそれほどやっぱり人気があったし、僕の焼き物の好きな、いわゆる工芸の好きな方もそうでしたし、日本の好きな日本酒の好きな方もそうだったし、そういう意味合いではそういうこれからいろんな展開可能性というのは非常に広がっていくのではないかなというふうに考えています。ありがとうございます。まあ、第一部ナイニムと皆様 の、 そのアートデザインライフスタイルというところを通じたご活動について伺ってきたんですけれども、いよいよその第三部ではお酒のこれから今とこれからというところについてよりフォーカスしてお話を伺っていきたいと思います。ぜひ皆様マイクをアンミュートしていただいてご参加いただければと思うんです。6名皆様、はい、ぜひミュートを外していただければと思うんですけれども、まずですね、熊谷さんまたお話戻らせていただきたいと思いまして、蔵人と小売とどちらもこう経験されたという中で、日本酒 の、 消費の減少を目の当たりにされて、でただ今またその日本酒のトレンドが戻ってきているという、そういったこの変化というのは、どういった理由があったのかというこの実体験を通じていかがでしょうか。はい、日本酒ブームが来てるという感じは全然ないんですよね。もう日本酒は昭和48年からほぼずっと消費が落ち続けて、本当になんかこう売れないのがもう当たり前見たくなってて、その中でじゃあいかにこう注意を引きつけていくかっていうことが本当にもうそれにもう そこがもう本当に頭を働かせるところですね。で、ただそれは国内でのことであって、今おととしからうちも、ラジオモンで輸出が始まりまして、海外の方の見る目は全然違いますので、やはりそのまだまだ日本酒ブームなどというのは日本では起こってないんですけれども、そこでブームを起こせるようなこの日本酒への憧れっていうのを、そういうの、なんていうんですかね、動きを作っていきたいなと思ってるんですよね。ただ明るい材料としては、当店にお越しになるお客様は20代の人が多いです。若い人が飲まないっていうのはそれはないですね。そこら辺、これからの消費伸びていくのは若い人たちのもう力になるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。小林さん、何かのデザインですとか、あと他の山形県内の酒造のデザインを手掛けられてから、ご自身 の、 その日本酒に対するイメージの変化ですとか、あと周りの方の反応というのはいかがでしたでしょうか。はい、今回の、大吟醸ナヌカを販売する時も行われたことなんですけども、やっぱりセット売り、平清水焼きとのし梅とナヌカのセット売りっていうのが一番やはり反応が良かった印象がありまして、先ほど木本さんがおっしゃってた通りに、みんなで仲間になってこうセットでみんなで売っていきましょうというようなことをおっしゃられてたと思うんですけれども、単体単体を PR するんじゃなくて、これとこれを組み合わせると最高なんだよねみたいな、そういう見せ方を山形チームとしてやるのが一番大事なんじゃないかなと思っていて、はっきり言ってアートはそれらセットになったものを言葉に表せない、これ素晴らしいんだけど言葉に表せないからこういうイメージですって、最後にこう言葉にならないものを表現するのが私たちアーティストというか絵描きの役割なんじゃないかなって思うので、その前にやはり私もお酒がすごく大好きなので、やはりお酒とこのおつまみがセットだと本当最高みたいなものをどんどん日本酒をベースに組み合わせてほしいですし、やはり焼き物だったりの飲み物というかこのぐい飲みだったり、そういうものもこれで飲むから最高なんだよっていう、やっぱり打ち出し方っていうのはやっぱり山形に来てからより一層感じることですね。山形県は素晴らしいものをたくさん持っていると思います。
先ほど の、 あの第2部の方でそのお料理とお酒とというところのお話もありましたけれども、こちらのぜひそのヨーロッパの人々をどのふうに考えられているのかというところをバッチャンさんにも伺いたいと思います。 So Bastian, we were talking about、in the second、session. Sorry, I think the audio is kind of、reflecting back, so maybe could you please mute a little bit, please? SorryIs it better now? Yeah, thank you. Yeah, it's better. Thank you so much. すみません、ちょっと一瞬音声が乱れましたので、そちらの話させていただいておりました。すみません。So we were talking about like how to collaborate with other culture, not only with sake, but also collaborating with the glass, collaborating with the cup, and collaborating with the food even, and then trying to kind of like promote this culture as a whole set.And that is to reflect the change of the lifestyle and understand the customer as well. So what do you think、about what elements like people in Europe are looking for drinking culture or people, what people are thinking about like Japanese sake should be part of their lifestyle? What do you think? It's a very good question. And、it's also a very interesting challenge because for example, in France,which is quite interesting. A lot of people don't like the pins which you screw on top of the bottle because it's in French considered as cheap wine. And、the cultural perceptions of products in the countries is very important. And we just heard about in the last talks of the,、my two panelists because Uguya Kobayashi is doing always some translation in between so I can read it, what's said. And I think also,、we have to change a bit the perception also of the bottles. It doesn't have to be always glass bottles. Why not do something different in regard of the design, in regard of the texture and the material? And by the way, glass bottles are very expensive to transport. It's very、expensive logistic cost-wise. And in the UK, there is a company which is doing bottles out of paper. And it's 20% of the weight of、glass, and it's the same quality and taste. And I think there must be much more movement in this field because...If the cost gets down in logistics, it's easier to export sake and it's easier to import sake because it's not so expensive. And to your question, I think also in food pairing, food-wise,、we do, for example, a sake and burger pairing, you know, hamburgers and sake, and it's very successful in Berlin because and Italian food and sake, it's so many combinations you can do. And I think it's important to be just open for many approaches, combinations, materials,collaborations, maybe we all can work together on a project one day. I think it's、about openness. Thank you very much. 今のバスチャンさんおっしゃっていただいたのは、そのやはり文化によっていろいろとその感覚の違いがあるということに加えて、やはりその日本酒ですとか、あと日本の工芸を海外に輸出するとなったときには、例えばこうガラスが割れないようにする、陶器が割れないようにするというところでも、かなりその費用というものを考えないといけないということもあったり、あとはお料理との そのコラボというところでいうと、日本の食事とのペアリングだけではなくて、現地で食べられているもの、例えばその豪酒さんですと、ハンバーガーと合うお酒をマッチングして、ペアリングしてご紹介したりとか、あとはそのイタリアンに合うお酒はこれですよということをペアリングしてご紹介するというような、現地のライフスタイルに合わせた紹介の仕方ということもされているというようなお話で、皆さんとぜひコラボレーションしたいですというようなお話もございました。ぜひ木本さんに続けてお伺いしたいんですが、日本酒グラス S シリーズでしょうか。日本酒が好きだけどなかなかこう好きなグラスがないんだよねみたいなお話から開発がスタートしたんだというようなことも拝見したんですけれども、こういったこうデザインとして美しいだけではなくて、そのライフスタイルに合わせた商品の開発ですとか、そういったことのこうこだわりを教えていただけますでしょうか。どうもありがとうございます。まあ、そもそも私日本酒大好きで、とりあえず20歳から飲んでるんで、かれこれ45年ぐらい飲んでるんですけども、本当さっき言ったみたいにね、本当ワインだったらワインの種類によってグラスを変えてる。でもお酒ってお酒のスタイルが種類変わっても実は変わってないっていうところが、実はお酒の持ってるポテンシャルが全然引き出されてないんじゃないかなと思うんですよね。ワインにはワイングラスがある、ベルギービールにはベルギービールのグラスがある。でお酒飲もうとするとついついぐい飲みになってしまう。でもちろん新酒鑑定会であるとか大きなコンペティションであれば
同じ器じゃないとお酒 の, あのいろんなそのレあの ラベルとかランキングってのは取られないと思うんですけども、やっぱりデマザクザさんのこの酒だったらこういう器で飲みたいよねっていうところがあると思うんで、私は3つの仮説を立ててお酒のグラスを作ってます。1つ目はワインとワイングラスのようにお酒の味と香りを器で引き出すこと。2番目、先ほど申したようにお料理、お酒、器、決してガラスだけじゃなくて、今日もあの涌井さん入っていただいてますけども、やっぱり陶器であるとか金属であるとか、料理は料理が変わればお酒が変わって器が変える、これは新しいスタイルだと思うんですよね。さっき小林さんもご賛同いただきましたけども、やっぱりみんなチームになって我々が持ってるものをみんなに感じていただく、ちょっと贅沢な気持ち、ちょっと満足感がある、みんなちょっとファンになりたくなるっていうのは多分酒蔵さんだけじゃできないこと、それから飲食店だけでもできないこと、また我々だけでもできないことが、今日は山形っていうキーワードで集まっていただいていると思うんですけど、山形のお酒、山形の食で、山形の器、そこにやっぱり山形の空気であるとか歴史であるとかっていうところを全部含めたものがスタイルだと思うんです。それをお伝えするっていうことだと思うんですよね。で3番目、今日もあのメンバーの中に素敵な女性が2人もいて嬉しいんですけど、やっぱりあのお酒のマーケットを広げるっていうのは私は2つ大切なことあると思うんですよ。で1つはやっぱりね、若い女性だと思うんですよ。あの若い女性のうちの7割が実はお酒飲んだことない、3割がお酒嫌いだっていうんですよ。それって飲まず嫌い食べず嫌いじゃないかなと思うんですよね。こんな美味しいものないと思うんですよね、小林さんにしても何にしても感じてると思うんですよ。ただそれが知らないんですよ。その知らないところのもう一つの原因がおしゃれじゃないっていうところがあると思うんですよね。多分小林さんもめちゃくちゃお酒好きだし、皆さんお酒好きだと思うんですけど、あのなかなかね、女子会でじゃあ酒をぐっと飲むっていうパターンなかなかならないときに、ちょっと画で飲水なんですけど、うちのこのグラスちょっとおしゃれなんですけど、このグラスで飲むとなんかみんなテンション上がるんじゃないかなと思うんですよね。あと今日バスちゃんもドイツから参加していただいてるんですけど、やっぱり外国の方がクールに飲むためには器が必要だと思うんですよ。だから一つ目にはお酒の味と香りを引き出す、2番目はお酒をメインにして新しいライフスタイルを提案する、3番目、新しいマーケットを作るためには女性であり海外の方のハートをつかむ、それはまあ器でできるってことをやっていきたいと思いますね。ありがとうございます。器 の, そのお酒を楽しむためにあの器が持つ役割ということについて、あの先ほど涌井さんもあの後ろにあの置いていらっしゃいます磁器のボトルについてのお話もしていただきましたけれども、こちらそのボトルとしての機能性だけではなくて、注ぐときにすごくいい音がするですとか、そういった工夫もされていて、その見た目のデザインとしての美しさに加えて、そういったこうあのなんて言うんでしょうか、アイディアですとか、こうお酒を楽しむ、五感で楽しむための工夫みたいなこともあると思うんですけれども、そのアートとしての焼き物であったり、そういったこう生活の中にある焼き物が、そのこれからの日本酒の楽しみ方に持つ役割というのはどういったところにあるのかということをお考えをお聞かせいただけますでしょうか。僕はですね、あまり実はお酒強くないんですよ。好きではあるんですけど、そんなに飲めないということが実はあって、で、そういうことで言うとですね、このボトルを作る段階で、その素材というのは非常に実はハードルが高かったの。なんでかっていうと、蔵元さんでは、どうしても、浸透してしまうので、土物ですと上薬をかけてもどうしても貫入ということがあって、なかなかそのアルコールがずっと浸透してきて貯蔵できないということがあったもんですから、素材として磁器しかできないということが実はございまして、だからうちは私は、糖度も磁器も使ってるわけですけど、ただ飲んで非常に味わい深いのは 糖度の陶器の方が非常に
口当たりもすごくいいですし、それから例えばお酒飲む段階で、例えばその、夏に飲むお酒と、それから冬缶して飲むお酒とか、いろいろなパターン、ライフスタイルがあるわけですけど、やっぱりその時にはその何でしょう、やっぱりその特利にですね、人肌にこう缶をつけていただくと、まあ、あまり今中で召し上がる方は いないんですが、そういう時のその特利の例えばの使い方、僕何種類か作ってるんですけど、そういう時にやっぱりその土味というのは非常に大事で、その時はその、貯蔵するという機能性じゃなくて、使う時のそのマテリアル、なんでしょう、その素材の温かさみたいなのが非常にその、だからそういうその、質感でもってどういうふうにその使う時に口の当たり方全てに関して、それも含めて考えたフォルムであったり、それから大きさであったり、僕はだからグラスほど大きくないです。やっぱ僕ら今ぐい飲みこんな、やっぱりこれぐらい、ご覧になりますかね、これぐらいの大きさですね。これはだからこんな形見えますかね、はい、こんな形でもって、でやっぱり実はこれ清潔か清潔じゃないかっていうと非常に語弊があるかも分かんないですけど、使い込んでいく楽しみというのが実は我々の器ではよく言う話でもって、お茶だとか日本酒で非常にこの上薬を使ってないものってこう変化していくんですよね。まあ、それだから衛生的にいいか悪いかという問題がありますけど、やっぱりこう、日本酒は特にいろんなこう艶がどん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 出てきて味わいが変わってくるということがございますので、そういう意味合いでその、日本人が持っているその日本酒をいただく文化というのは、その季節感、そのやっぱり暑い時にはグラスであったり、なんだろう、冷たいようなお酒を楽しむ、それから温かい顔をして楽しむとか、いろんなやっぱスタイルがあると思うんですよね。そういうだからいろんな器をどうやって自分たちで楽しむかという、そのスタイルもやっぱりそれぞれの提案の仕方でもって変わってくるし、やっぱり先ほど来木本さんもおっしゃってるように、いろんなその提案の仕方ってあって、どういうね、いろんな思考が、それぞれいろんな思考を持っていらっしゃるんでしょうから、そのやっぱり我々みたいな年寄りは案外その缶をつけて昔ながらのお酒を楽しむ方が好きなので、そういうこともやるんですけど、だからそういう意味合いでは、だからいろんなその、素材で出来上がってる器でどういうお酒を楽しむかというのは、やっぱりこちら側の提案の仕方っていうのは種々あるんだと思うんですよ。そういうことだから、それぞれがやっぱりなんだろう、いろいろなこういう、あまりこうなんだろう、こういう会議ってなかったと思うんですよね。だからそれぞれの立場からいろんなその皆さんのどういう提案をしていくかということも非常に大事なことなんだろうなというふうに考えています。ありがとうございます。今のそのお酒を楽しむさまざまな要素というようなお話を伺っているかなというふうに思っているんですけれども、ぜひ中野さんに老舗の酒造としてのお立場も伺いたいんですが、はい、そのコロナ禍でもオンラインでその国の国内外へ日本酒を作る過程ですとか、その過程にある人や風土といったところも合わせて発信をされているというふうにも伺っておりますが、その創業120年以上続く酒造だからこそのそのテロワールの考え方なども含めて、こう教えていただけますでしょうか。はい、あまり時間がないので私ちょっとお話ししたいことを先行して話をさせていただきたいと思います。日本酒はですね、日本がぐっと詰まってるんですよ、あそこの液体の中に。で、山形のお酒はあそこの中に山形がぐっと詰まっているんだと思います。で、日本酒はですね、豊かな民族にはその国を代表するお酒があると。で、私はその民族の酒を見るとその国の民度がわかる、民族がわかるというふうに思いますので、日本を代表して私たちはやはり海外でも国内も含めてですね、日本酒っていうものが大切にこれからも愛し続けられるように努力していかなきゃいけないというふうに思います。ですので、そういう意味では日本酒の楽しみ方というのは、私は比べ飲みの楽しさにあるというふうに思います。今器の比べ飲みがありましたので、今回そこが主だと思いますので、私の器の比べ飲みは後ほどご紹介させていただきますが、まず銘柄の比べ飲みですね。1200社あたり蔵が日本には存在しますので、それぞれの蔵のお酒の比べ飲み、またジャンルごとといいますか、吟醸であるとか純米吟醸酒であるとか純米酒であるとか、
それぞれのお酒の比べ飲み、料理との比べ飲み、そして今、和久井先生もお話がありましたが、世界のアルコール飲料の中で様々な温度で飲めるという稀有なアルコール飲料ですので、温度での飲み比べ。でももしかしたら飲み比べで一番違うのは、器もそうですが、どんな人と飲むかによって大きく味は違うと。まあそれはちょっと置いときまして、器で言いますと、やはり私もやはりですね、一つ大切なことは伝えたいことは、やはり使い込んでいく、人間が成長していくように器も成長していくということを楽しんでいただくことは、日本酒のワインではなかなかできないことかなというふうに思います。それとですね、日本人のやはり金繕い等をやりながらですね、大切に使っていくと。自分たちに馴染んでるものを最後までですね、大切に使う。またこれは少し動きますので、自分のこの手の合わせて器も育っていくっていうのもとても大切だと思います。それと、日本人は仲良し夫婦が多いと思いますので、こういったですね、これは、旅行用にですね、こうやって、これは鈴ですけども、こういった楽しみ方もあるのではないか。これによって、マイおちょこ、マイおとっくりということで、日本はマイ文化だと思いますから、それに、それを入れる袋等に凝りながらですね、行くっていうのも素晴らしい日本酒の楽しみ方のではないのかなというふうに思っております。それとコラボはとても大切だと思います。で、今は、アートという部分が今日の詩のテーマですけれども、他に私たち業界はファッションであるとか、インテリアであるとか、そういったジャンルのものとのコラボっていうことも考えていかなきゃいけないというふうに思いますし、業界を超えてですね、私どもの例をすると、三菱ケミカルさんとコラボしてみたり、王子製紙さんとコラボしてみたり、今のお話がありました、外国とのやつで、これからは阪急交通社さんと組んで、海外のやつを定期的にやっていこうという動きがありますし、NTT ドコモさんとコラボして、日本のやつを発信していくような部分をやっていこうとかですね。業界とか一般的に考える食とか器を越してですね、アートもそうですけども、私たちはいろんなところとコラボをしていく。そのことによる気づきであるとか、新たな発見とか、挑戦しなきゃいけないことっていうのが見えてくるのかなというふうに思います。で、最後になりますけども、よく海外輸出、どんなことが目標なんだ、中野というふうによく質問されます。酒造組合中央会全体としては、やはり日本酒を世界の先にしたいと。で、山形県酒造組合は GI もありますので、山形を日本酒の聖地にしたいと。で、ワイン好きがボルドー、ブルゴーニュを訪ねていくように、日本酒好きが日本に来ていただいて、行くなら山形にというふうになりたいと。で、出羽桜酒造の目標は、やはり日本酒だけではなくて、吟醸酒であるとか、純米酒であるとか、そういった日本酒の用語も理解できるようにしたいと。それが私どもは吟醸酒に力を入れてきたので、吟醸酒を世界の言葉にしたいと。で、それぞれ目標に頑張っていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。まさにそのお酒がこういろいろな楽しみ方、いろいろなライフスタイル、でもアート、デザインも含めて、すべてをつなぐこうコミュニティハブではないですけれども、そういったものにもなり得るんじゃないかなと今お話を伺いながら思っていたところです。いろいろと時間も迫ってまいりまして、最後に皆様から今後の展望といったようなところも含めてちょっと一言ずついただければなと思います。熊谷さんの日本酒以外もいろいろと手掛けていらっしゃいますけれども、消費者のトレンドからこの今後の日本酒の展開をどのように予想されていらっしゃって、はい、それについてどのような ご活動を予定されているのかご紹介いただけますでしょうか。はい、やはり、日本酒の消費が落ちていった大きな要因としては、やはり ライフスタイルの変化ですよね。過剰な酔い、もう酔うだけが楽しみじゃない社会になりましたので、その中でじゃあ、いかに、日本酒をじゃあ、その中で楽しみとして残していくかとなると、やはり低アルコール化がどうしても避けられないんだと思います。で、今まではちょっと日本酒をアルコール、手荒れで、にすると薄い感じがしてたんですけども、今、
そんなことはない、12度とか13度で美味しい日本酒もどんどん出てきてますので、まあ、あの以前より、とっつきやすくなってますので、どん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 そういう傾向、その低アルカは進んでいくと思います。で、あの、あとはそして、本当に今いろんなラベルボトルがありますので、やはりそこにはアートってものがあの重要になってくると思いますので、よりこう多様性、美しいとかね、本物、そういうものが必要となってどんどん来ると思います。そして、先ほど出羽桜さんもいろんなものとのコラボと言いましたけれども、まあ、私もその例えば去年はその和菓子ですごくバズったその星降る夜にという和菓子が評判になったんですけども、それもすごい美しいということですごい評判になったので、そういう、こう見た目美しい、香りがいい、そういう、まあ、本当純粋に本能的に訴えかけれるものをこう常にこうやっていきたいなと思ってます。そこには本物、そして驚き、そしてギャップっていうものは重要な要素なのかなと思ってます。ありがとうございます。小林さんのデビュー当時からニューヨークで個展をされたりですとか、いろいろと国内外でも海外も広くご活動されていらっしゃいますけれども、今後その山形、そして山形の日本酒というものを国内外に広めていく、アピールしていく上でどのように関わられていらっしゃいたいのかとか、そういったあたりのビジョンを教えていただけますか。はい、先ほど中野さんがおっしゃってたように、世界に、のお酒にしたいっておっしゃっていたと思うんですけれども、私もまだ山形に移住して携わらせていただいてまだほんの少しの時間ですけれども、同じように目標を共有させていただければなと思っているのと同時に、今はナヌカという一つのお酒のラベルデザインを完成させていただいたんですけれども、あと実はまだオフレコなんですが5つの酒造とお約束をしておりますの で5パターンともただラベルを提供しておしまいではなくて、例えば瓶の色をどうしていったらいいかとか、実はこれぐらいのサイズ感の方が反応が良かったですとか、私自身もこうラベルのデザインを提供する以上のなんかこう提案だったりとか意見をさせていただいて、こういう組み合わせだともっと高級感あるんじゃないかとかっていう、そういうところまでちょっとお話、できるようにして、いろいろ私も試していきたいなと思っておりますし、なんだろう、山形の日本酒といえば小林さんの絵だよねって言ってもらえるぐらいにはなりたいなと思っておりますので、はい、これからも、今登壇されてた方々ともぜひコラボレーションさせていただけたら嬉しいなとも思いますし、一員として、頑張りたいと思います。ありがとうございます。これバスチャンさんにもこうヨーロッパで日本酒を広めていく上で のビジョンといったものをお伺いしたいと思います。 So Bastian, thanks for waiting for a long time, and we've been talking about the different elements of the sake and how to enjoy sake by collaborating with not only the food and the cups but also like lifestyles or like the how people like live in different cultures and how people's life has changed over timeAnd I'd like to ask you about the vision of Gosake and yourself and how to promote your Gosake in Europe and to the world. Our aim is to promote Japanese sake in the world, because Japanese sake is amazing. It's one of the most cultural products. It's fitting to this timeline because it's mostly vegan. It's almost a very low in alcohol, 15%. It's not too strong.And it's handmade. So all these three things is a very good argument for sake. And our aim is to realize three goals. First goal is we want to bring out more products, for example, like the sake and tonic. So it's like 50% sake and tonic. It's really going very well in Europe, especially in the summertime. Everybody likes a gin and tonic, and sake tonic is very, very tasty. Second thing, we want to improve our cooperations with Japanese brewers.We work together with Kochi, Nara, and Kyoto at the moment, and I'm looking forward to visit Yamagata to experience the sake there. And three is to expand to different countries. France will be next, so that is our short vision plan for the next month. Thank you very much. So, Gosake さんの ビジョンとしてお伺いしたんですけれども、やっぱり日本酒はその唯一無二であるプロダクトであると。
でぜひその世界に広めていく一員としての力を催したいというふうにおっしゃっておられまして、で3つのゴールがありますというところで、1つ目が今のジントニックと並んで酒トニックということを広めたいということで、 50% トニックの商品を今開発をされてプロモーションされているというところでございました。で2つ目が日本国内で高知京都ですとかいろいろとコラボ の地域を増やしていらっしゃいますけれども、ぜひ山形さんとぜひコラボをさせていただいて広げていきたいというところですね。で3つ目に次がフランスにドイツ、今ドイツにいらっしゃるんですけれども、フランスにプロモーションをされていくというところで、そこを皮切りにまたどんどん世界へも広げていきたいというようなことをおっしゃっていただきました。続きまして木本さんにぜひお伺いしたいんですが、職人の匠の技の伝承というところと、デザイナーさんやクリエイティブディレクターの方々との連携といったところも進められていらっしゃいますが、これから その伝統工芸の在り方といったところについても含めて今後の展望はいかがでしょうか。どうも今日は皆さんありがとうございます。今カオルさんからちょっと質問をいただいたんですけども、ちょっとお酒のことでちょっと話戻させていただいて大変恐縮なんですけども、やっぱり今回いい企画に参加させていただいて本当にありがとうございます。まあ分かりやすく言うと日本の行政の仕組みが、まあ、お酒で言うと財務省国税庁で、食べ物で言うと農林水産省、農林水産省で、我々ものづくり伝統工芸は経済産業省で、今日アートの世界があったと思うんです。それは文部省文化庁で、海外の方入るとこれ外務省の管轄で、観光が入ると国土交通省観光庁っていう全部縦割りなんですよね。でそれが国の組織がそうなってるから、各県の組織もそうなってるし、それを縦を横にすると日本のデパートそのものなんですよね。上で食器売り場があって、上に食堂があって、アートのギャラリーがある。で途中にファッションのフロアがあるけども、下には食べ物のフロアとお酒のフロアがある。でそれがまた連動してないっていうのが、まあ、日本の百貨店であり、ちょっと辛口の言葉で言うと日本の行政だと思うんですよ。でも今日みたいに全然そのカテゴリーが違う、普段会わないような人たちがこうできることは、さっき小林さんも薫さんも言っていただいたように、ここが一つのチームになってオールジャパンでこれを国内外に発信していく、日本の食べ物があり、日本の山形のお酒があり、そこにアートの世界がありで、和久井さんのような、まあ、伝統工芸あり、まあ、東京の親父がやってるようなガラスもあり、バッシャンのような海外からの、サポーターも入る、これワンチームだと思うんですよ。でそこにやっぱし、まあ、先ほど来言ってる山形の歴史、風土、空気、それをチームで国内外に発信することによって我々の価値を高めていきたいなっていうふうに思ってます。今日は本当に素晴らしい時間ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひちょっと時間も迫ってきているんですけれども、和久井さん、ぜひその日本酒いただく器、そして日本文化全体のそのファン作りといったところを国内外で進められていかれる中で、ご自身のビジョンはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり文化としてですね、先ほど来木本さんがおっしゃっているようにチームというか、山形の文化としてやっぱり世界に発信をしていって、山形 その四季であったり素晴らしいものたくさんあるので、そういうものをやっぱりうまく一つの、先ほど出羽桜さんがおっしゃったように、ボトルの中に全てが入ってるんだとおっしゃってましたけど、それを具体化してもっともっとアピールしていくべきだというふうに思ってます。だからそういうことで少しでもお力になれればなというふうに思っているし、我々も工芸という酒で全てがつながるように、工芸で世界中につながるような形でできるようになればいいなというふうに思ってますんで、微力でも参加させていただいて、どんどんアピールできればいいなというふうに思ってますんで、本当に今日はありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。では最後に中野さん、ぜひ締めを言っていただければなと思うんですけれども、今後その山形のお酒のブランド力さらに強めて、その国内外で発信していくために、その事業展開ですとか、どういったビジョンをお持ちであるかということを改めて教えていただけますでしょうか。はい、今日はありがとうございます。やはり日本酒今最近苦戦をしてまして、
もう最盛期から3分の1以下に減ってしまっているというような状況です。それからするとやはり日本酒全体が復活し伸びて、山形県のお酒が広くいろんな方に愛していただき、そして自分の蔵もいいというのが本当の姿。減り続けて集約して自分が残るというのは基本的には飲み比べの楽しさが減るということですから、やはりここで一旦止めてですね、みんなが伸びていくということをしなきゃいけないのではないかと。その時に大切なのは、どうしても日本酒はですね、そこにスポットライトが当たりやすいんですが、されど酒の部分にどうしてもスポットライトが当たると。やっぱ本当の意味でのたかが酒っていうところも大切にしてですね、たかがされど酒のバランスをしっかりとって山形県は進んでいきたいというふうに思います。そしてやはり新たな価値創造を創出しなければ日本酒は生き残れないというふうに思いますので、今日様々な方がご意見いただいたことをですね、胸に新しい価値創造をしていかなきゃいけないというふうに思います。そして最後に山形県、そして私どもは人が耕してですね、成功した道をなぞるように歩く県ではなく、出羽桜ではなくて、やはり耕しに行って種をまくと、そんな気概を持っている山形県でありたいなというふうに思います。皆様とまた協力して、先ほど来の先ほど来出ているチーム、時間となって頑張っていければありがたいなというふうに思います。いろいろと今日はありがとうございました。ありがとうございました。1時間半あっという間に過ぎてしまいまして、もっともっと皆さんにお話伺いたいところではあるんですが、一旦こちらでパネルディスカッションとしては締めさせていただきます。パネルの皆様、今日はありがとうございました。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 最初から最後まで聞いていただいたオーディエンスの皆様もありがとうございました。それではこちらで事務局の方へバトンタッチさせていただきます。はい、ご登壇者の皆様、大変ありがとうございました。日本酒という素晴らしい文化を国内外に、より多くの方に楽しんでいただくために、お酒自体ですとか、器、アートの観点からさまざまなご提案をいただきました。大変ありがとうございました。それでは結びに、常時山形からご挨拶があります。本日のテーマ、酒、アート、ライフスタイル、いかがだったでしょうか。ご登壇いただきました皆さん、本当にありがとうございました。本日のセミナーを通して、新たな日本酒との向き合い方、そして日本酒文化の新たな見方など発見していただけたなら幸いです。さて、次回6月17日のオンラインイベント、この時期の山形で取り上げないわけにはいきません。テーマ、さくらんぼ。さくらんぼを取り上げます。山形県は日本全体の約4分の3のさくらんぼを生産しており、日本一のさくらんぼ産地となっております。しかし、日本一になるまで佐藤錦に代表される品質改良や様々な栽培方法など、先人たちの怠慢の努力がありました。次回は園芸農業研究所の農場のさくらんぼの木の下で、さくらんぼ栽培の歴史や品種改良の最前線での取り組みなどを石黒所長に突撃インタビューしてお届けします。次回の常時イベントは本年度4月1日からスタートし、ちょうど10回目にあたります。次回視聴いただいた方には素敵なさくらんぼのプレゼントもご用意しておりますので、お見逃しなく。それではご登壇者の皆さん、モデレーターのカオルさん、そして視聴してくださったすべての皆様、本当にありがとうございました。来週もお楽しみに。ジョージ山形でした。はい、本日の予定は以上となります。皆さん、最後までご参加いただきまして誠にありがとうございました。来週はさくらんぼ特集として佐賀市の園芸農業研究所からお送りします。それではまた来週木曜日午後6時にお会いしましょう。さよなら。